こんにちは。私は秋バレエスタジオ溝の口校でレビューバレエを担当している酒の玲香です。日曜日に、隔週で今月2回ですね、美容バレエを開催させていただいています。それでは早速本日の座学のテーマを紹介します。今日のテーマはパーソナルカラーをしようというテーマです。パーソナルカラーについてお話しさせていただきます。なんでバレエとこのカラーっていうのが関わりがあるんだろうという疑問を持たれている方も多いと思います。ちょっと簡単に説明します。でですね、バレエ踊る上で、役作りとかで非常に色とか雰囲気イメージっていうのをすごいね、自分で役を作っていくために膨らませて、少しでもその役に近づこうとして、例えばレオタードをちょっと赤で強い感じを演出しようとか、ピンクで可愛い娘を演出しようとか、そういう風にみんなそれぞれ工夫をしてやっているんですけども、色っていうのはすごく大事で、そのパーソナルカラーっていうのを皆さん知っていただいて、そこの皆さんのカラーを膨らませた結果、最後に1曲みんなで踊ろうっていうのをこの美容バレエで実践させていただいたんですね。なので今日はちょっと皆さんのイメージ力を膨らますためにパーソナルカラーについてお話をさせていただこうと思います。はい、じゃあパーソナルカラーって一体何っていうところなんですけれども、パーソナルカラーっていうのは体の表面色、髪の毛だったり、あとは肌、眉毛、あと唇、頬のことを調和するカラーのことですね。つまり皆さんに似合うカラーのことを言います。でこれを知っておくとですね、格段に美人度が上がると言われているんですね。また美容院でヘアカラーをするときだったり、洋服の買い物、自分のご自身にするメイクも役立てることができます。パーソナルカラーでもですね、全部で大きく分けると2つ、その中からまた枝分かれしていくんですけれども、まず1つ目が黄色を含んだ温かみのあるイエローベース、そして青色を含んだ涼しげなブルーベースというのがあります。このイエローベースの中でもですね、鮮やかな色で構成されているのがスプリング、春ですね、春タイプのバカとは、くすみの多い色で構成されているのがオータム、秋タイプの方ですね。でまた青色を含んだ涼しげなブルーベースの中でもくすみのある色で構成されるのがサマー、夏タイプの方で、鮮やかな色で構成されるのが冬タイプの方と、全部で4パターン存在します。それでは皆さんのご自身のですね、パーソナルカラーを知るためのここにヒントを少し記載しましたので、ぜひ皆さんで見ていていただきたいんですけれども、血管が、この手首のですね、ここに通ってる血管がグリーンに見える人は大体イエローベースだと言われています。で逆に血管がブルーに見える人は夏と冬、ブルーの、ブルーベースの人だと言われているんですね。あとその他、例えば地毛、瞳が明るい茶色だったりとか、瞳の色ダークブラウンに近かったりと、白目と黒目のコントラストがはっきりしている、あとは頬が赤いピンクを帯びているなど、ちょっと細かい項目で自分のタイプを見ていただきたいなと思います。ちなみに私はですね、イエローの秋タイプなんですけども、ちょっと難しいなっていう方に向けてですね、より分かりやすい方法が一つあって、アクセサリーですね、私今結婚指輪してますけども、このアクセサリー、私今シルバーですが、このシルバーと、あとゴールドとかありますよね。私今シルバーしか持ってないんだけれども、シルバーの方がちょっとしっくりくるな、手になじむなとか、耳のピアスとかシルバーの方が顔と一緒にこう調和して見えるなとか、シルバーの方が自分が合うなと思う方はブルーベースの方が多いかなっていう印象ですね。逆にゴールドの方が自分の顔と調和して見えるな、なんかこう浮いて見えない、馴染むなっていうふうに思う方はイエローベースが多いかなっていうふうに感じます。ぜひ皆さんでちょっとチェックしてみてください。じゃあですね、自分の当てはまるタイプが分かると、メイクをするときのリップの色だったり、あとはネイルの色だったり、あとは美容院で髪を染める時のヘアカラー
の色だったりとか、あとはお洋服の色だったりというのがですね、すごく選びやすくなるわけです。ちなみに春タイプの人っていうのはですね、すごくキュートな雰囲気を作ることが得意だと言われています。秋タイプの人っていうのは、ゴージャスだったりシックな雰囲気を作ることが得意です。夏タイプの人、ブルネの夏の人は清楚で上品なイメージを作ることが得意だと言われています。で、最後冬タイプの人っていうのはシャープでドラマチックなイメージを作ることが得意だと言われています。なんかしっくりきましたか？どうですか？今ね、マスクの生活でちょっとリップとかね塗っても見えないしっていう方もすごくね多いと思うんですけれども、まあリップじゃなくても、ね、例えばネイルが、ね、お仕事受けなかったとかも、あ、もし良ければネイルとかで自分の肌の色と調和する色を選んでいただくとすごく馴染んで綺麗に見えるかなと思うので、ぜひね参考にしていただけたらと思います。それでは実技に移りたいと思います。今日はですね、前回足のポジションまでお伝えしたと思います。まず立ち方の重要な3つのポイントを押さえてもらったのと、あと1番から6番まである足のポジションについてお話をしました。で、今日はですね、足までいたの次は手のお話をしたいと思います。手のポジションも足と同じように番号が振ってあったりとかするんですけれども、そのポジションの前にですね、指先の使い方、ちょっとね指先の質問を結構受けることが多いので、指先の使い方から順番にお話しさせていただきます。まずですね、狐の手を作ってください。親指と中指、薬指で狐の手で、これね、この狐の手をこのまま使うとやっぱり指先に力が入っているように見えて、あまり美しくないですよね。で、この指先、狐の手からだんだん狐がこうほぐれてくる、ほぐれてくる。で、細長く繊細にデザインしていくのが美しい指先と言われています。なのでちょっと分かんなくなっちゃった。とりあえず狐の手を思い出して。爪の手を思い出してもらって、そこからほぐして細長く使っていくっていうのがすごくポイントになってきます。で、その時にやっぱり手首がこう折れちゃう人とか多いので、手首は折らないで腕からずっと長くつなげて使うようにしましょう。それでは次、手のポジションの話に移ります。手のポジションはですね、足と同じように実は番号もあるんですけども、ほとんどね番号で呼ばれることって実はなくて、名前で呼ばれることの方が多いので、今日は一応番号もあるんだよっていうことはお伝えしておきますが、ポジションの名前で説明をさせていただきます。まずですね、狐の手は変えないまま両手下でよく見ますね、バレエの形、指はくっつけません。少し離して、体からも少し離して長い丸を作ります。これをアンバーと言います。アンバーです。これはですね、よくバレエのレッスンの、始まる前の準備の日とかによく使われるんですけれども、ここのポイントは脇の下に卵を挟んで割らないように、よくね、このままこうジュッとなっちゃったりするんだけども、ここはしっかり卵を挟んで割らないようにしておく。肩外に張って、肘も外に張って、指先くっつけないように長く、この手の上に何か重りが乗っかっているような、少しねこう重みのあるような形で作ると綺麗に見えます。これがアンバーですね。アンバーからそのまま前に持ってきて、ちょっと自分の方に向きます。さっき長丸だったのが、次はまん丸をイメージしてください。楕円ではなくて本当にまん丸、これがアンナバンというポジションになります。アンナバンポジション、よくこれで回転をしたりとかっていうふうに使われますね。この時肩外にしっかり引っ張ることと、肘も外に引っ張ることで、まん丸を作ります。まん丸を作るんだけど、この腕の位置がですね、胸の間の溝落ち、高さは溝落ちです。高くなりすぎたり低くなりすぎたりしないように、溝落ちの高さで作るのがアンダーワンです。ここから見るとこんな感じです。肩しっかり外に向きます。で、ここから開いた形が
アラセゴンと言います。これはね、よくバーレッスンとかでこう7と8と横にねずっと手をホールドさせてる様子を見たことあると思いますけども、これがだん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 ねこう肘が落っこちてこないように必ず肘張ります、張ります、張って手首がさっき言ったけど折れないようにつなげる。でこれ実は真横じゃないんです。真横ではなく自分の視界に入るちょっと気持ち前ですね。それで大きな木をイメージしてもらって、大きな木をこう抱きつくじゃないけど支えるじゃない、そういう形でこう背中から大きくポーズを作ります。これがアラセゴンというポジションになります。そして手上、これ見たことあると思いますね。アンコウというポジションです。これもまあ、まん丸ではなくてアンコと一緒かな、生丸、肩が上がってしまわないように肩を下げて肩甲骨下げて、でこれもですね、他から見たら分かるかな、真上ではないですよね。おでこのちょっと斜め、気持ち前ですね。真上で作らずに気持ち前で作ります。これがアンコです。背中から大きく使うっていうのがポイントになります。どのどのね、背中から背中から背中から作っていくっていうのがポイントになります。アンバー、アンナバー、アラスレゴン、アン、これを押さえていれば、例えば片手がアンナバーで片手がアラセゴンだったり、片手がアンオで片手がアラセゴンだったり、アンオから広げたアロジのポーズになったりというように応用が効くようになりますので、この基礎の腕のポジションをしっかり押さえてください。皆さんどうでしたか。今日はですね、パーソナルカラー皆さんに知っていただいて、メイクをするとき、その時に役立てば嬉しいなと思います。前の腕のポジションについてもですね、まあ、せっかく足を伸べていただいたので腕の基礎がしっかり身につけば、初めての方でもね、レッスンを受けてもちょっとこう飲み込みやすいかなと思うので、ぜひ参考にしてください。私の美容講座はですね、月に2回